ポーツにおいて負けることは不正解っていう常識になってるわけじゃない。これに俺は勇気を持ってこれは間違ってると言って。僕が権力を発揮して何かを決めるということはもうほぼ一切しませんので、ここで断言しております。全員が自分ごとで本気で良くしていける、盛り上がっていけるクラブを作りたいなと思ったのがワン東京を作るきっかけです。基本は選手とかもファンベースで決めていきたいので、ただちょっとタイムスケジュール的に今回の選考だけは運営側が主体となって多分決めていくことにはなると思います。ちょっとこれはタイムスケジュールに関係ないので、それだけはこれからファンになっていただける多くの人が、理解しておいていただきたいところで、2年目以降は皆さんの意向をもう完全に反映して投票制等を中心にしながら進めていければと思います。選手に関しては。僕が何かをやるっていうものじゃないと思うんですよ。というのも僕のクラブじゃないの、皆さんのクラブ。このクラブが強くならなかったら僕のせいじゃなくて皆さんのせいです。僕のせいでもないです。僕はでも1票しか持ってない。そういう意味合いで参加していただけるとすごく嬉しいですし、僕と皆さんは対等なので、このクラブに関わり方としては、持ってるパワーとしては。なので僕がここで何ですか、毎年昇格して J1 を目指しますとかっていうのは僕一人でできることじゃないので、一つだけ約束できるのは、皆さんが関わり続ける、そして関わってると思える運営システムを維持し続けるということだけは約束したいなと。職業チャレンジャーってことを名乗らせてもらってるので、なぜかサッカー選手を現役って言われてるんですけど、僕はチャレンジャーのチャレンジしているうちの一つがサッカー選手だと思ってるので、そこはぜひ誤解をしないように今後対応していただけたらなと思ってはいます。はい、チャレンジをやめた時に引退するのかというふうに判断してもらえればなと。ちゃんとチャレンジしていると評価していただきたいなと思います。